ルドルフ・フォン・ベニヒゼン、1900年頃。ルドルフ・フォン・ベニヒゼンは、ハノーファー王国とドイツ帝国の政治家。ベニヒゼン家出身。1824年7月10日、リューネーブルクで生まれた。父のカール・フォン・ベニヒゼンは、ハノーファー軍で少々まで昇進したほか、外交官も務めていた。ベニヒゼンは、ゲッティンゲン大学で法学を学んだ後、 ハノーファー王国の裁判官になった。1855年にハノーファー下院議員に当選したが、政府はベニヒゼンが議員業務のために休暇を取ることを拒否したため、彼は公務員を辞任した。彼はすぐに野党である自由主義派の指導者になり、反動的な政府に対抗した。1859年、ドイツ国民協会を創設して会長を務めた。協会は 国王戦争への大衆の熱狂で成立したものであり、祖国ドイツの統一と憲法上の自由を目標とした。教会の設立により、ドイツ国内の中道自由派が連合して、大きな政治力を持つに至り、ハノーファーをゲオルク五世はそれを抑えようとしたが、失敗した。1866年に、広島戦争が勃発すると、ベニヒゼンは影響力を発揮して、 ハノーファーを中立にとどまらせようとしたが失敗。ハノーファーはオーストリア帝国側で参戦した。同年5月、オットー・ホンビスマルクがドイツ連邦の改革を求めてベニヒゼンと面会した。広島戦争が終結するとハノーファーが併合されたためベニヒゼンはプロイセン国民になり、北ドイツ連邦議会とプロイセン州議員の議員になった。元ハノーファー国民で議会入りを 果たして主導的な役割を果たしたのは、ベニヒゼンのほか、ヨハンネス・フォン・ミーケルとルートビヒ・ビントホルストもいた。ベニヒゼンは、議会で、ハノーファー州の自治権をできるだけ確保しようとしたが、ドイツ・ハノーファー党には強く反対した。ドイツ国民協会は目的を達成したので、解散されたが、ベニヒゼンは今度は、国民自由党の結成を主導した。国民自由党は、 ビスマルクの文化闘争を支持したが、同時にドイツの憲政の発展を求めた。以降、ベニヒゼンは国民自由党の党首を30年間務め、国内の制度が確立されていく間にビスマルクと議会が決裂しないよう貢献した。憲法改正の多くが憲法に関する弁論中にベニヒゼンが提出したものだった。1870年。 国民自由党の統制を強化するためにドイツ南部を訪れた。1874年の帝国軍事法案に関する妥協もベニヒゼンによるものであり、1873年から1879年まではプロイセン衆議院の議長を務めた。1877年、プロイセン内閣で帝国最相になるよう打診されたが、ベニヒゼンが出した条件にビスマルクと、 皇帝ウィルヘルム一世が承諾しなかったため立ち消えとなり以降は政府との関係が冷たくなり1878年の第一次社会主義者鎮圧法が否決されるきっかけとなった。1883年、ビスマルクの議会形視と政府の反動政策に反対して議員を辞任したが、1887年に国民主義政党の連立を支持するために復帰。 中央党と協調した。1888年にビルヘルム2世がドイツ皇帝に即位すると、ベニヒゼンはハノーファー州首相に任命された。1897年に辞任して引退。1902年8月7日に死去した。ありがとうございます。